はい、速稼塾の久保です。おはようございます。今日の相場解説なんですけども、昨日はね、買いで取れるんじゃないかなと思いまして、買いの波が結構ね強くなってきましたんでね、買いで、ポジションを取ってみました。あ、そしてですね、今日さっきね見てみると、新しいこう特徴が現れてきたんで、これはおそらくね、こっからセルに向かうんじゃないかなと思ってます。まあ、ですんで、パッパッと切り替えるようでね、セル行ってバイ行ってセルみたいな、これはね結構ね難しいんですけども、この3つをね組み合わせて今回取っていこうと思いますので、バイで取れたのはまあここまでと、そしてここからねセルで取っていこうかなってことを考えています。このトリプルパンチ全部取れたら結構ね大きな利益になると思いますし、力がついたのかなっていうところでございますんで、画面を切り替えながら説明していきますね。それではね、異例なんですけども、ウィークリーから見ています。これがね週足なんですけども、もう一回確認しますけども、週足の場合はここですよね。こういうところをチェックしていって、これを横一線に取っていきます。こんな感じですね。移動平均線は相変わらず下の方に広がっていきますし、こちらですよね、こちらの線は、まあ、こういうふうにフォーメーションを変えているところでございますね。で、デイリーの方を見てみます、ね、デイリーもいつも通りですね、こうやってバーッとなだらかに右肩下がりでございますけども、ずっとバイで、セルで来ていたものがバイの大きな流れになりました。これバイデンさんのね、まあ、大統領確定という報告もあったかもしれません。でここでね、今大きな上髭が出ています。上髭を出しながらの陽線ですから、ここから反転する可能性が高いということと、プラス天井に当たってるでしょ、これこのね線の天井に当たってますよね。ですんで下がっていくんじゃないかなというふうに感じますね。ここまでずっと上がってきたんですけどね。で次4時間を見てみますと、こちらのポイントを見てください。ここ包み足出た後のこの力点に阻まれるんですよ。どっちにせこのまま進んだところで、でこっからですね、あれしまった、こっからですね、ダブルボトムを変えたような形で上の方に切り上がってきました。移動平均線もバーッと広がってきましたけども、さあここでですね陰線に変わっていったわけですよ。うん、これ高値圏のヘッド&ショルダーにも似てるんですけども、その辺を1時間で確認してみましょうか。これが1時間ですけども、いかがですか。ヘッド&ショルダーじゃなかったんですけども、もうちょっと細かく見たらねそうなってるかもしれませんけども、ずっと右側が上がりで来たものがここに来て高値をねもう更新しなくなりました。どちらかというと横ばいに入ったような感じがしますね。横ばいにね。じゃあこの後買いが終わって急激な今度ね売りの方に入ってくるのではないかなっていうふうに私は思うのは、移動平均線がこういうふうに絡んでますよね。これはねセルに向かう傾向が強いかなと思いまして、今日は1月の12日ですけども、今日中に売りの方に向かうんじゃないかなと思ってますよね。だからセルで取っていく見込みでございます今日は。はい、昨日はねバイであって、でその昨日もそうで、一昨日もバイだったのかもしれませんけども、一応昨日はバイで取ることができました。そしてまだポジションちょっとね含み損がちょっとあるんですけども、1000円前後の含み損があるんですけども、まあこれねプラスになったりマイナスになったりして、これは横ばいなのかなと思ってるところなんですよ。もうかれこれ10時間ぐらい横ばいなんですよね。この含み損が含み益にも変わらず、含み損も大きくならずで、まあ、一進退を繰り返しながらちょっとのマイナスをずっとね維持してるんですけどね。ここからだからセルの方に向かうんじゃないかなと思いまして、1月12日本日はですねセルで、攻めるきっかけをつかもうかと思います。それでは皆さんもそれぞれ予測されてみてください。